皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は、ギレネバーアクシズの脅威 V、リターンズ・ジャミート風編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はグレーミーの軍隊をサイド3で撃破しました。その直後、シャアがスイートウォーターで放棄という流れができましたので、今回はですね、そのシャアのスイートウォーター攻略を行っていきたいと思います。まずは、地球上空ですね。ここの制圧を行っていきましょう。まあ、シャアは地球には部隊を持っていませんので、この地球の上空さえ抑えてしまえば、まあ、地上の安全というものはね、ある意味確保されるという状況ですので、まずはそこを進めて、その後、ストロモン、そしてアクシズと部隊を進めていきたいと思います。では、地球上の戦いは優位に進めてますので、この後はサイド4へと進行します。サイド4敵の部隊25入ってますね。ここにはですね、まずはクシーガンダムに乗ったシロッコ。まあ、このクシーとシロッコの組み合わせはおそらく最強クラスになるんじゃないかなと、まあ、期待をしています。で、今までシロッコが乗っていたジオにはレイコアに乗ってもらいました。まあ、レイコアさんはですね、これまでもシロッコが乗っていた、あるいはシロッコが開発したモビルスーツに乗っていたというね、劇中の描写いっぱいあったと思うので、ここはですね、レコアさんにジオを任せたいと思います。さらにですね、ルナ2方面からも部隊を発進します。ここにはラーカイラブ、ドコスギア、この辺りを配備してあります。量産型モビルスーツはもう完全にグスタフカールへと変更済みです。ではこれで進行していきましょう。サイド4、ティターンズ軍30、シャアのネオジオン25と、まあ、部隊数でも上回ってますし、まあ、クシーガンダムをはじめとしたモビルスーツの精度、パイロットの数、これでも上回っていると思いますので、まあ、一気にですね、中心部を攻めて、攻略をしていきたいかなと思います。まあ、やっぱりシロッコのクシーガンダムですね、これを、まあ、大戦闘に出して進んでいきましょう。この戦いが終わればシロッコと、レコアさんですね。変えるのだよ。それをやるのはレコア、君かもしれない。私はあなたにかけたのです。分かっている。共に戦おう。はい、では部隊を2つに分けて進軍していたんですけども、マップの上側ですね、ここドコスギアとラーカイラム入ってるんですけど、まあクシーガンダムがいなかったりしてエースが不在という部隊なので、ここは撤退させます。代わりにこのシロッコのいる部隊をゴリゴリと前に進めていきましょう。まあ、ある意味おとり的な使い方ということですね。クシーガンダムが、まあ、本格的に稼働するのを見るのはこれが最初かなと思います。まあ、シロッコが乗ったクシーガンダムがどれくらい強いかですね。敵の前衛部隊をできればね、その射撃戦だけで完全撃破して格闘戦で敵を一掃するっていう、まあこの流れですね。閣下、諜報部がシャアの目的を察知しました。シャアは宇宙要塞アクシズを地球に落下させ、地球の寒冷化を一気に推し進めるつもりです。シャアがそこまで過激な手段に訴えるとはな。早急にアクシズを制圧するよう全部隊に通達せよ。了解しました。ではアクシズの攻略が可能になりそうですね。特別作戦でアクシズ攻略はないものの、アクシズには進行できるようになっていると思いますので、演説を発動して全部隊の士気を上げましょう。演説を行おう。地球は我ら選ばれしティターンズの手によって管理されねば、人々の欲望によって汚染され、やがて朽ち果ててしまうだろう。地球に救う無能なる者どもを排除し、正常なる地球の復活のために、諸君ら選ばれし戦士たちの力を貸してほしい。地球の未来のために、我らティターンズのために。素晴らしい演説でした。兵士たちの戦意は向上しています。ではアクシズにも部隊を早々に送っていきましょう。
舞台数少ないんですが、ここはゲーツキャバがペーネロペーに乗ってます。まあ、シロッコと比べると一回り二回り、まあ、微妙かなというのはあるんですけどね。ニューガンダムにはジェリド。まあ、ジェリドは十分な力持ってます。そして、ゼーターガンダムには、ヤザン。まあ、ゼータガンダム自体がね、もうこの時には旧世代というところありますけども、まあ、ヤザンが乗るとゼーターも強い。まあ、そう思いますね。では、敵の生産を止めるために一旦アクシズに侵入します。では、アクシズに入ります。キタンズ12、ネオジョン25ですね。まあ、ここはやっぱり、ペーネロペーのゲーツキャバ、ゼーターガンダムのヤザ、ニューガンダムのジェリド。このあたりの活躍に期待しましょう。まあ、まともにぶつかってもなかなか、まあ、厳しいと。いう、まあ、数の差が、歴然というところもありますので、まあ、あまり無理せずですね、数が減らないように気をつけましょう。で、増援が来るのを待ちます。いつも勝手に行動しようとするんだ。お前のような死に損ないと一緒なんて、俺には耐えられん。反逆罪で叩き込むぞ。ヤンヤン吠えんなよ。では、進行していきます。まあ、特に作戦らしい作戦はなく、ペーネロペーとニューガンダム、ゼータガンダム。このあたりで敵の攻勢を支えるという流れですね。ここはヤザン。ゼータガンダムに乗ります。ヤザンもオールドタイプの中では最高レベルの、スペック、パラメーターを持っているので、まあ、簡単に撃破できましたね。問題はゲーツキャバのペーネロペーですね。ゲーツキャバがまだ育ちきっていないっていう中で、まあ、どれくらい、そのね、ペーネロペーの性能を引き出してくれるかっていうところかなと思いますので、まあ、ここはちょっと期待して使っていきましょう。で、その中でペーネロペーのね、ゲーツキャバがレベルが上がってくるとより使いやすくなってくるのかななんて思いますね。ここは敵の攻撃の前に、ハンブラビのラムサスが撃墜されてます。まあ、この数相手にこの時代のハンブラビでは、まあ、やっぱりきついですね。このペーネロペーもご覧のように敵に囲まれてます。まあ、ただ、ペーネロペーは落ちないでくれると信じたいかな。まあ、ただ、落とされる危険性がゼロではないので、まあ、しっかりと回復はね、しながら、運用していければいいかなと思います。あとはダメージ見ながらですね。まあ多少やっぱり減ってる部分はあるので、しっかり回復はしましょうか。ペーネロペー。まあこのゲーツキャバの活躍なんかもあって、このアクシズ、攻略制圧というのは、まあ完了できそうですね。まあ、やっぱりペーネロペー、スイーガンダム、このあたりがね、一機でも入ってると全然戦況が変わってくる。まあそういう状況になってきています。宇宙要塞アクシズを制圧しました。ネオジオンはアクシズの核パルスエンジンの復旧を行っており、これを再利用して地球にアクシズを落下させる計画を立てていたようです。工作部隊にエンジンの封印を行わせましたのでご安心ください。では続いて、宇宙要塞ソロモンにクシーガンダムのシロッコ、ペーネロペーのゲーツキャバ、まあ、その他ね、エースパイロットを集結させて攻略に入っていきます。まあ、本当にエース大集結という中ですね、最高ガンダムマーク2なんかもまだまだ現役で、頑張ってくれている。まあ、そういう状況なので、ここはなんとかね、一気にこのソロモンを抜いていきたいと思います。まだここまでのところ、交戦していない相手としては、まあ、シャーのサザビーだったり、あるいは、アルパジュールに乗ったクエスなんかもね、まだ出てきていないので、まあ、それらと相対した時にですね、まあ、どれくらい力が発揮できるかっていうのをね、注目していきたいかなと思いますね。今操作したのがシロッコがいるみたいです。そしてこちらがですね、先ほどアクシズを制圧してくれた
ヤザンたちがいる部隊ですね。では基地中心部に向かっていきましょう。では敵部隊と構成状態に入ります。久々登場のサイコガンダムチームですね。サイコガンダムはダブルゼータあるいはゼータガンダムの時の機体ですけど、この時でもまだまだ特にニュータイプが乗ってれば一線級の活躍をしてくれる、そういう機体になってますね。コストも高いのでこの時代でも十分戦える、そういうモビルアーマーになってます。出てこなければ死なずに済んだのに。そして精鋭中の精鋭クスイガンダムのシロコ。ちょっと話変わりますけど、先行のハサウェイ、第1部って言ったらいいんですかね。それに関しては公開してすぐに映画館に見に行ったんですけど、そこでブルーレイも買ったんですね。ですが今 Amazon プライムでもう見れるようになってますよね。コレクター的なね要素もあって買ったので、いいんですけど、ちょっと早かったかなって感じはしますよね。それよりも第2部第3部を早く見たいなって、そんな感じがします。そしてここはホーム。ではこのまま進軍していきましょう。はい、順調にソロモン攻略しているところでサザビーの機影発見してます。それにヤクト動画もいそうですね。これらには強力なエースヤザンもしくはシロッコ、このあたりをぶつけて、まずはねシャアが乗ってるのかどうかっていうのを見極めていきたいと思います。ペーネロペーに攻撃か、一旦防御でしのぎましょう。落とされるなんてことがあると困りものですからね。では、シャアが乗ってるという前提で、ぶつけましょう、シロッコというところで、やっぱりシャアが乗ってましたね。これ、シャアを絶対一撃で仕留めたいですよね、ここでね。マウは、大人には大人の男が似合うものだ。君に野心がある。なんとしてもシャアを、このシロッコとの怠慢で、確実に落とすために集中攻撃を、仕掛けていきましょうか。本当はね、2マス攻撃できるユニットいると、だいぶ楽にはなるんですけどね。あんまり実はその要素がなかったりするので、直接攻撃するのは白っ子のみ。周りはね、数少ない2マス攻撃、間接攻撃を使っていきましょう。さえいれば俺はいつも以上に実力を出せるんだ。乗ったぜその作戦。ここにはギュネイがいましたね。このギュネイに関してはゲースキャバで攻撃しかけましょう。ジェリードでさらにエンドラに隔離込んで、ここにいるレウルーラを撃沈しに向かいたいと思います。まずはレウルーラを撃沈してます。私の屍を越えていけ。我らが悲願を実現するのだ。ここで会ったが100年目だってね。ジェリドがここはエンドラを撃沈です。これは戦争だ。力が全てを制するんだ。力のないものは死あるのみ。そして冬だな。シャートの感覚はシロッコ、ネオジオンのシャアとシロッコは会話したことないですからね。さすがシャアのささぎだな。シロッコのクシーガンダムでもなかなかね、致命的な攻撃与えられずにファンネル同士の打ち合いになってます。最後は格闘戦で仕留めました。シャアのサザビ強かったですね。ここでシャアを倒したということはスイートウォーターには出てこないかもしれないですね。ギュネイを撃沈して、これでソロモンの制圧完了です。ではスイートウォーターへと進行していきましょう。
告します。ネオジオンの戦力低下により本拠地サイドワンの攻略が可能になりました。サイドワン制圧作戦を提案します。我が軍は、ではサイドワンの攻略作戦発動です。サイドワンに対する攻略作戦を発動する。シャアの存在は地球の平和にとって永遠の脅威であり、これを打倒しなければ人類に安息の日が訪れることはない。諸君らの健闘に期待する。では全軍を持って攻撃を仕掛けていきましょう。スイートオーダー、ユニット数41、ティタンズ軍68ですね。モビルスーツの性能、数ともに有利だと思うので、このまま一気に力攻め強行していきます。やっぱりシャアのサザビーはいなそうですね。ここにはアルパージュールに乗ったクエスがいました。このクエスは早々に落としておきたいので、シロックをぶつけます。まあ、不安要素があるとすればエネルギー切れかなと思うので、まあ、エネルギー切れには十分に、まあ、注意をしてですね、エネルギー切れが起きないように、まあ、最新の注意を払っていきたいと思います。あとは、エースが誰も乗ってないですけど、ノイエジール2に対して、まあ、どのユニットで攻撃仕掛けていくかですね。ここにいます。誰も乗ってないのが幸いでした。ジェリードのニューガンダムぶつけましょう。あとは、ま、野山隊なんかもしっかり、借り出していきまーす。ここは、アルパージールですね。援護攻撃に回っているのが、シロッコです。で、直接攻撃かけているのはマーク5の方ですね。最後はマーク5の、純粋コミューで、クエストのアルパジルを撃沈です。大きいですね、最初で。これを撃破できたというのは。そして、パイロットなしのノイエジル2に対しては、ジェリドが攻撃仕掛けます。いや、完全に、バルカン以外の、ビーム兵装は、弾かれてますけど。まあ、格闘で削って、とどめを刺したと。いう形ですね。これは戦争だ。ではこの調子で敵部隊排除していきましょう。サザビーのシャアがいなければ十分に戦えますね。ではスイートウォーターですね。最後レズンのギラ動画を撃破してネオジョブ全て撃破という状態になりました。これでエンディングですね。アクシズの脅威 V はこれで、シナリオとしては2つ目の攻略が完了したという状態になります。ではエンディング見ていきましょう。これからは我らティターンズの時代です。いや、これから私にとっての真の戦いが始まるのだ。地球圏の再建をかけた戦いがな。ジャミトフ・ハイマン率いるティターンズは戦いに勝利した。戦後、地球連邦政府に代わって軍事政権を樹立したジャミトフはその本当の目的を明らかにする。地球経済の破壊による住民の抹殺、それは地球至上主義を掲げて戦ったティターンズの存在を全否定するものであった。ジャミトフの主張はティターンズ内部に大きな波紋を呼び、地球圏は再び内戦状態に陥る。だがこの内戦によって地球経済は完全に破壊され、ジャミトフの理想は現実のものとなったのである。こうして地球の環境は最悪の状態を脱し、人類は
宇宙という新たな発展の舞台を手に入れた。しかしその過程で支払った大きすぎる代償について、人は永久に語り継ぐ義務があるだろう。再びこの悲劇を繰り返さないために。